はいどうもイゾロビーズですえっ、ー、とまあサイアップですねまあえっ、ー、とまあ大体いい90から8 5キロまで、まあ、落とさ落とさねばならないななんて今年は思っててまあこんなの作りましたまあ一応豆腐玉ねぎとこれは好きなんでポン酢と玉ねぎのスライスですねはいでまあ一応食材が腐りそうなんでスパゲッティかなり大盛り に見えるけれども、まあトマトとこれ。まあサラスパ風、スパサーっていうのかな風ですね。の、まああれだですね。まあ一応水菜、トマト、えなんだっけドライガーリックだっけドライオニオンだっけまあ一応あとはスパゲティと、で、下にキャベツがあって、まあ水菜でかけてあるのは ポン酢と、えー、玉ねぎドレッシングでちょっとあっさり風ですね。で、も、まあ、あと、味噌汁ですね。まあ、一応なんか、やっぱり、もともとはあんまり昼飯を食べない食生活にで、まあ、一応それにも近しく戻ってきて、まあ、1日2食でやってます。まあ、だいたい胃袋もそれで落ち着いてきたんで、まあ、これでいこうかなっていう感じですね。